はい、高さんです。今回の動画は沖縄県の辺野古大執行についてお話ししたいと思います。皆さん大執行ご存知でしょうか？地方自治法の大執行ですから、これ行政大執行法の大執行と違います。空き家等を撤去する行政大執行とは違います。地方自治法の大執行です。これ非常に珍しいので、ちょっと解説していきたいと思います。この地方自治体というのは、この国が知事、これ1号なんで知事、都道府県なんですけども、沖縄県に法定受託事務という、知事に権限、承認の権限を与えている、この公有水面埋め立て法というものがあります。これは沖縄県知事が承認しなければいけないというものなんですけれども、はい、例の辺野古のこの地盤が軟弱だということが分かりまして、はい、設計変更しました。変更しましたので、これ知事の承認をもらいましょうというところなんですけども、沖縄県知事は基地建設反対ですので承認しませんと。いつまで経っても承認してくれない、これは困りましたと。困りましたということで、この管轄している国土交通大臣、公明党のポストですね、現在斉藤大臣ですね、はい、勧告指示などができるわけです。承認してくださいと、しっかり承認してください、勧告の後この、指示ですから、かなり強いんですよ指示は。それでも承認しないと、残る手段は大執行ということになりまして、いきなりこれは国、地方裁判所ではなく、高等裁判所に訴えるということになるんです。これね、提訴しました。高裁に提訴して、今回、大執行が認められたというのが報道である通りでございます。大執行の権限を認めたということです。なぜか、一つ、高裁が認めた理由、他の方法では困難だと。そして公益を害する。この二つが認められないと大執行は許可されないわけですね。はい。この他の方法では困難というところは、この沖縄県知事が言う国との対話をさせてくれないというところにつきましては、裁判所は知事の対話は建設反対ありきだから、対話をしても他の方法で代替できるような状況ではないと。この承認に関して。公益を害するというのに対しては普天間基地、はい、ここが危険だからということで、この辺野古に基地を作りましょうというところですので、この承認をしないことで公益を害するという、この2点を認めました。そのため大執行が認められるというところになっております。この承認しないということ自体も、別の裁判ですでに違法性が認められているという状況で、大執行が認められましたので、斉藤大臣の名のもとに大執行が可能になります。はい、国交大臣が知事に、沖縄県知事に代わってこの承認をすることができるということになりました。これで、進められるわけです。この承認を取り消すためには、この沖縄県側、最高裁で勝たなければ取り消しになりません。しかも最高裁でこの取り消しが認められるまでも、この大執行に基づいて着々と進んでいくと、止めることはできませんという状況になってしまったというのが、この大執行のニュースでございました。はい、これ非常に珍しいんです。国が地方自治に介入するというのは非常に難しいんです。地方自治というのが認められていて、これは住民たちが、これ、やっているものですから、そこに国が介入するというのは、非常に、現在の憲法上、珍しいケースということになるわけです。高さんが日頃扱っております、この児童相談所問題、地方自治体が監督しております、児童相談所、これ行政庁ね、これ職員の質が低かったり、高い離職率、とんでもない職員がいて、ひどい目に遭ってる子供がいても、国も司法も介入難しいんです。介入できるケースは、よほどの裁量権の乱用、
あるいは違法行為、不当な対応があったとしても、国や司法、手出しできません。不当レベルでは、不当な対応レベルでは難しいです。よほどの裁量権の乱用、違法行為、それがあって初めて国や司法が判断できるというような状況になっておりますので、子どもの不利益の救済、こういった職員の質や高い離職率、こういったいろいろなトラブル、ここのトラブルによって不利益を受けている子ども、不当な対応、子どもにとっての不当な対応を救済する手段が非常にないというのが、この地方自治の厄介なところでもあります。はい、現行の国が作った法律に基づいてこの自治体がやっているもので、国がきちっとやってくださいという実行力のある介入する手段がない。法律上、司法上もこういったところに強制力のある指導をすることも難しいというのが、この現在の地方自治のこの児童相談所の問題でございます。この大執行、非常に珍しいので、今回取り上げさせていただきました。皆さんのこの地方自治、こういった児童相談所問題、法律どうなっているのかというところの手助けになればと思い解説いたしました。以上です。それでは。タカさんのチャンネルは、児童相談所の判断により不利益を受けている子どもたち、保護者、その他関係者ら支援者ら、そういった方々がどうすればその子どもたちを救うことができるのか、その学びのためのチャンネルです。皆様も児童相談所を取り巻く法令の実態を知って、これを改めるべくご協力ご理解のほどよろしくお願いいたします。